さんこんばんは。今回ですけども、ついに明日から開催されますガマゴーレの SG ボートレースメモリアルの事前予想考察動画を撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、ついに明日からガマゴーレで SG メモリアルが開催されるんですけども、ガマゴーレといえばもう多くの競艇ファンが愛している競艇場だと思うんですけども、僕も大好きな競艇場で、特にガマゴーレのグレードレースはすごい相性が良くて、前回の今年の6月に行われた G1 レースも節間通して結構勝ちましたし、去年行われた SG チャレンジカップも最終日にね、110万ぐらいね、ライブ配信で的中してボロ儲けできたということで、今節も一節間通して結果を残せるように頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、今回の動画はざっと3本立てになります。まず最初にガマゴーレの特徴ですね、僕が思うガマゴーレの特徴をについてお話をして、その後に今節の注目モーターについてお話をして、最後にいつも通り初日12レースのドリーム戦の予想についてお話できればと思います。なので結構長くなると思うんで、お前の話はいつも長いんじゃと、いいから早くいいモーター教えてくれという方はいつも通りですね、ボートフロンティアの無料コラムの方に今回動画で推奨するモーター以外にもね、ざっと15機ぐらい、15選手ぐらい注目のモーター選手をですね、無料コラムにまとめてありますんで、そちらに関してはこの動画の説明欄に貼っておきますので、ぜひそちらもねチェックしてみてください。では早速まずはですね、ガマゴーレの特徴についてお話ししていきたいと思うんですけども、まあもちろん特徴、ポイントに関しては上げ出すとキリがないので、僕なりに注目しているポイントを今回は2つですね、ピックアップしました。それをお話しできればと思うんですけども、まずは何といっても、ポイント1、イン最強水面と。あんまりガマゴーレイン最強ってイメージあんまりないと思うんですよ。基本的にやっぱナイターで言うと大村とか、下関とか、住之江とか。やっぱここら辺がナイターの中ではインが強いっていうイメージが強いと思うんですけども、実はガマゴーレも陰ながらイン最強水面として、まあ特に G1、SG 記念レースになればなるほど、出場する選手の実力が上がれば上がるほどインが強くなると。ボートレースオフィシャルのデータですね、ちょっとこれ切り抜いとくんですけども、直近3ヶ月のガマゴーレの印象率っていうのは 56% になっていて、この数字だけ見るとそんなに高くないじゃないかって思うかもしれないんですが、やっぱり一般戦でなれば1枠にじゃ B 級選手が入る可能性もあるし、やっぱり実力差が激しい分1枠の勝率っていうのはどうしても落ちてしまう。なので一般戦のデータと記念のデータっていうのはまるっきり変わるので、僕は参考にならないと思っていて、じゃあ今回ね、しっかり SG として参考にできるデータということで、僕は、ガマゴーレで行われた G1、SG の直近5開催の1号艇のデータっていうのを、調べて出してきました。なので前回で言うと G1、6月に今年の6月に行われた竹島特別と、そしてその前が去年の11月に行われた SG チャレンジカップと、でその前ということで、直近5節間の、1号艇の選手のデータを調べてきたんですが、まあ、これがものすごいことになっていて、まず前回の竹島特別ですね、これが1着数、2着数、3着数、4着以下の数っていう風になってるんですけども、まあ、前回は勝率が 66%、3着内率は 83% ありましたよと。で、これが2回前の SG チャレンジカップ。女子戦に関しては僕はデータ通用しないと思ってるんで、むちゃくちゃなんで。女子戦を除いたデータをこれ出してきてるんですけども、36、2、9ということで、勝率は 64%、3着内率は 81%。で、これざーっと5回分見てみると、すべての開催で、勝率が 60% 以上になっていて、なおかつ5分、5開催中4開催が 65% 以上になっていると。一番低いチャレンジカップでも 64% あったということで、これはちょっと軽視できないデータなんじゃないかと。そして3着内率に広げればもう 80% は超えていて、まあ、4回前の地区戦に関してはなんと 90% を誇っているということで、まあ、10回に8回は1号艇は絡んでしまいますよという感じで、まあ、このデータだけ見ると、本命党が圧倒的有利な競艇場、1号艇は絶対に軽視できないっていうのがデータを見てわかると思います。これはすごい大事だと思っていて、まあ、僕は穴党なんですけども、このデータをね、しっかり踏まえた上で僕は今節勝負していこうと思っているんですが、勝手な意見で僕はガマゴーレは本命党も穴党も、楽しめる最高の競艇場だと思ってるんですけども、その理由がですね、このポイントに、奇数艇のまくり差しが決まりやすい。これがやっぱ僕がガマゴーレを愛してやまない理由の一つ。インが強いけども、
奇数形のまくり刺しは入るのがガマゴーリの特徴。もうこれご存知の方多いと思うんですけども、まあ、理由としてガマゴーリはこの1マークのこのバックのが156m あって全国屈指で広い競艇場なんですよ。なのでインの選手は思いっきり握って回る。例えば戸田とかだとここが狭いのでどうしてもこう刺して落として回るようになってしまうので3コースの付け前とかにバーンって飲み込まれるパターンが多いんですけども、ガマゴーリはめちゃくちゃ広いんでブワーって勢いそのままに勢いを落とさずに握ってブワーッと1の選手が巻く、握っていくと。なのでこの握ったこの1マークのターンマークとこの1号艇の選手の間に差し場が空きやすい。だからここを捉える奇数艇のまくり差しっていうのがガマゴーリはすごい狙い目になって、基本的にはやっぱスタートが横一線になった場合展開がないので位置が圧倒的に有利になる。まあこれはガマゴーリも変わんないんですけども、これだとしても少しでも3号艇の選手の行き足が良かった場合、位置が思いっきり握ってターンマーク外したところをそのうちを3号艇がまくり刺してきたりとか、あとはダッシュ勢でも例えばじゃあ5コースっていうのは展開がないと基本的には4が絞ったり展開がないと基本的には厳しいコースだけども、ガマゴーリはここは広い分差し場が空きやすいので、じゃあ3が思いっきり握ることを選択した場合に、まくり刺し校舎の5コースがまくり刺してきての1号とか、なんなら5-1の突き抜けまで狙っていけるのがガマゴーリのいいところなんじゃないかなと僕は思っているんで、この奇数艇のまくり刺しは売れていない時こそ狙い目になるんじゃないかなと僕は思っています。これは僕はすごい意識していることで、じゃあ3コースにまくり刺し校舎が入っているにもかかわらず3-1が売れていないとか、5コースの選手が5コースからのまくり刺しデータで見てもすごい高いにもかかわらず売れていないのであれば積極的に狙っていく。これがやっぱり僕がガマゴーリの注目ポイントになるのかなと思ってます。僕なりに今節のガマゴーリの特徴はこの2つを動画ではねまとめてみましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、では続いて今節の注目モーターについて触れていきたいと思うんですが、冒頭にもお話ししたんですけども、今回は6選手ですね、いいモーターを引いた6選手を推奨するんですけども、その他に関してはボートフロンティアの無料コラムでまとめてありますので、そちらはこの動画の説明欄に貼っておきますので、ぜひそちらをねチェックしてみてください。で、今回のガマゴーリは結構モーター相場が難しくて、まあ、特別抜けた モーターもいないし、まあ、まだ切れ気がそんなに深くないということで調整次第で変わるぐらいだとは思うんですが、現時点で僕が注目しているのは、特に上位で注目しているのは僕はこの4機ですね。まずは72号機を引いた原田選手、この72号機は勝率2連対列を見ても全然高くないので意外と注目されないんじゃないかっていうふうに個人的には思ってるんですが、まあ、数字は全く当てにならなくて、まあ、その理由は前回使用した選手以外は全て B 級選手が使っていて、 B2 の選手が2回使ってるんで数字が低いのは当たり前、仕方ないのかなと。で、初めて前回 A 級の選手が使ったんですけども、宮下選手という選手が使ったんですが、この宮下選手が超抜伸び型モーターに仕上げてユース2着っていうふうに結果を出したんですけども、この説の中では直線の伸び足はもう頭1つ抜けていたのかなと。優勝戦に入っても直線はかなり目立っていて、もう展示タイムからバカバカ出てたんで、直線の伸び足に関しては僕はこの72号機を現段階では1番手に評価しています。原田選手はまあ基本的にバランス型に仕上げるタイプですけども、スリット足がいい時はそれを生かしたレースしますし、スタートも早いので展開含めて僕はこの72号機は見逃せないんじゃないかなと思ってますので、まずはこれを1番手で推奨します。そして52号機、桑原選手ですね。この52号機は前回のお盆開催で出足を中心に節1クラスに出ていたモーターですね。服部達也選手が使って出足を中心に節1クラスで出ていたモーター、まあ、輸出してるんですけども、まあ、ぶっちゃけまくり刺し校舎とか出足を生かす選手に引いてほしかったっていうのはあるんですけども、まあなんでかっていうと桑原選手結構最近調子悪くて、いいモーター引いても調整合わせない、合わせきれないっていうことがあるので、そこが唯一不安なんですけども、このバランスいいモーターに関しては誰が引いても合わせられるのかなっていう意味で、まあ、今回のトップ評価ですね。こっちは出足なんですけどもトップ評価で注目してます。
はい。そして69号機を引いた谷村選手。この69号機は、6月の記念の時に浜田屋選手が使ってユースしてるモーターなんですけども、この時、直線中心に節位地球に出ていたモーターです。その後も足落ちなく来ていて、前回使った野中選手も、ユースこそできなかったんですけども、間違いなく節間上位の気配があった。で、谷村選手、これ多分 SG じゃそこまで人気にならないと思うんですけども、この69号機が相棒なのであれば、注目できるんじゃないかなということで、69号機の谷村選手を推奨します。はい。そして、このモーターはもう多分数字そんなないんで、侮れない。そんな人気にならないと思うんですが、14号機の上野選手。この14号機は、前回のお盆開催で杉山博成選手がユースしてるモーターで、スリット付近の行き足も良かったんですけども、出足レース足が抜群で、ターンしてからの押しは、優勝戦の中に入ってもトップクラスだったと、僕は思っているんで、上野選手に絶対合うモーターだと思うんで、この14号機も、僕は上位級で、推奨しておこうかなと思います。そして最後に、穴モーター、穴選手で2選手推奨しておきたいんですが、まず19号機の深谷選手。これも数字ないモーターなんですけども、前回のお盆開催で佐藤選手が使って、この14号機同様、出足レース足が抜群だったモーター。ターン周りを求める深谷選手に合うと思うので、まずはこの19号機が穴で注目。そして最後に45号機の大池選手。これは前回使用した河村選手が直線の行き足から伸びを中心に出ていたモーターで、SG だとあんまり人気にならない選手だと思うんですけども、この45号機が相棒なのであれば、僕は侮れないんじゃないかなというふうに思ってます。動画ではこの6選手を推奨しておきたいと思うんですけども、残りに関してはね、ボートフロンティアの無料コラムを、参考にしてみてください。では、最後に初日の12レースドリーム戦の予想に入っていきたいと思います。ではまずはモーター考察で記録評価から入っていきたいと思うんですけども、ドリーム戦のメンバーに関しては基本的にいいモーターを引けなかったかなと僕は思っているんですが、唯一いいモーターを引いた選手がいて、5号艇の白井選手、57号機を引いたんですけども、この57号機は初卸の開催で僕現地にも見に行ってるんですけども、平見選手という選手が使ってユースしてるモーターで、この時の直線の気配はその開催の中では節位地球に出ていた覚えてます。なので初下ろしからずっとパワーが良かったモーターで、その後も足落ちすることなく、直線の威力を落とすことなく、直近だと節位置と言えるほどは出てないんですけども、直線の行き足から伸びの威力は引き続き健在で、今回白井選手に渡った調整力がめちゃくちゃ上手い選手なんで、白井選手に渡ったとなれば、間違いなく上位級に出してくるんじゃないかなと個人的には思っているので、このドリーム戦の中では1個抜けているのかなと僕は思ってます、記録的には。そしてあとは残念ながら中堅からそれ以下のモーターなんですけども、2番手にしたのは平本選手。これ理由があって、ぶっちゃけ記録だけ見たらここら辺と変わらないんですけども、この43号機は前回平本選手がお盆開催で使ってるっていうのがあって、これかなり珍しいパターンで、前回お盆開催で引いたモーターをこの SG でも引いてしまったと。ぶっちゃけ平本選手からしたら、その前回のお盆開催が中堅上位がいっぱいぐらいの仕上がりだったので、このモーター引いたのはちょっとよくは思ってないとは思うんですけども、やっぱ初日っていう面で見た時に、調整が分かっているという意味では平本選手は有利に働くと思っているので、そこを加味して僕は2番手に評価しました。単純な記録を見たらそんなにここと変わらないけども、ちょっと前回いじっているアドバンテージがあるというので平本選手を2番手に。で、あとは評価できるところがない。2、3、4は中堅クラスで特別足目立たないし、なんなら僕は峰選手のモーターを最下位評価にしてるんですけども、これを最下位評価にしている理由があって、6月の記念の時に白井選手が使ったんです。白井選手が使用して、白井選手って本当にどんなクソモーターでも気づいたら中堅上位から上位に仕上げるっていうぐらい調整が上手い選手だと僕は思ってるんですけども、その白井選手ですら苦しんでいたのを覚えていて、そんなモーターなので、峰選手も本当現役屈指の調整力がある選手なんで、もちろん合わせてくる可能性はあると思うんですが、この白井選手ですら合わせられなかったっていうのは僕は軽視できないんじゃないかなと思ってます。で、その後も気配は良くない。今回は最下位評価にしました。では、展開に入っていきたいと思うんですが、この初日の事前のドリーム戦予想、もうほとんど峰選手が1号艇なんで、もう、毎回僕同じこと言ってると思うんですけども、一応ね、今回の動画初めて見る人もいると思うんで、触れておきます。直近半年間の印象率は 76%。そこそこの勝率を誇っているんですけども、峰選手はとにかく、刺され率が低い選手。
直近半年間で2コースの差しは1回だけしか食らってないんですけども、この1回は以前行われた SG、 ごめんなさい舞台忘れちゃったんですけども、 SG の準優勝戦に峰選手は準優勝戦の前の試運転で転覆して一気に足落ちしたところを懲罰モーターの前本選手に差し切られたっていう、その1回だけなんで、その後前本選手はその SG 優勝してるんで、もう仕方のない本当に気力負けの敗戦だったって考えれば、ターンスピードを考えれば刺されることはないって考えた方が、まあ、いいのかなと思ってますので、今回もちゃんと刺されるっていうことはないんじゃないかなと僕は思ってます。2号艇のブス島選手、まあ、ブス島選手は2コース結構特徴的なデータがあって、まあ、勝率は 46% めちゃくちゃ高いんですけども、逃がし率がすごい低くて直近半年間 13% しかない。これは僕は結構軽視できないデータだと思っていて、まあ、もちろん自分の勝率が高いんで、まあ、その分逃がし率低くなっているっていうのはあるんですが、それにしてもこれは低い。じゃあこれ足しても、59% なんで、残りは他の3コース以降の選手が勝っているっていうことになるんで、逃がし率が低い。で、その理由があって、ブス島選手は2コースからそんなにスタートを踏み込むタイプではない。直近半年間でトップスタートは1回だけしかないんで、意外とまくられ率が高いんですよね。意外とダッシュにやられることが多くて、ダッシュの4コースに4回、5コースに2回直近半年間でやられてます、まあ、2コースから無難なスタートを行くので、まあ、踏み込んだ選手にはまくられることが結構多々あるよっていうのがブス島選手の特徴で、もう一つ軽視できない特徴があって、ブス島選手が2コースに入った時の直近半年間、3コースの選手の2着内率は 0%。こんなデータかなり珍しいんですけども、ブス島選手が2コースの壁の時に3コースは直近半年間で1回も2着以内に来たことがない。これは僕は軽視できないデータだと思っていて、まあ、ブス島選手の多分ターンスピードがすごい、あまりまくり差しに行ったら流れるで握ったとしても、ブス島選手より、前に行くことはできない。まずはこれが一つの考え。そしてあとはまくられ率が高い分、ダッシュが攻めてきているときは3コースは潰れるので、その時も来れないっていうので、このデータになっていると思うんですよ。で、もちろんガマ通りまくり差し入りやすいんで、このデータが覆る可能性はあるんですが、僕はちょっと今回に関してはこのデータ普通に信頼していこうかなと思ってますので、ちょっと新田選手は軽視していこうかなと思ってます。フライング持ちですけども、まあ、スタートも早いしまくり差しも上手い選手ではあるんですが、このデータを考えるとちょっと買いづらいのかなと思ってます。で、やっぱり一番注目と言ってもいいのが、やっぱフライングを2本持っている松井選手の4コース。フライング2本あるんで、やっぱり早いスタートは絶対にいけない。で、他の選手は勝負がけで早いスタート決めてくるってなったら、潰される可能性もあるんじゃないかなと僕は思ってます。5コースの白井選手は、さっきも言ったように直線伸び型の、モーターを引いた。でスタートで F2 の4より判定芯以上除いた場合は、その後は気力の違いで伸びていくのかなと思っているので、5コースが、締めてくる展開になる可能性は、僕は十分あるのかなと今回は思ってます。平本選手は左打ち差しを狙うと。白井選手はもちろんまくり差しもうまいんで、白井選手の、直近5コースの勝率は 20% を超えていて、2着内率は 40% を超えていると。最近は大舞台になると別に無理に前付けに行かなくて5コースダッシュから一発狙うこともあるんですけども、まくり差しはすごい上手い選手、なのでここを覗いていってのまくり差しもあると思いますし、もし、伸び型のモーターでその良さを生かすのであれば思いっきり握っていく可能性もあるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、買い目なんですけども、ぶっちゃけこれ事前のよ、前日の夜に撮ってるんで、人気が読めないので、まあ、これを確実に買うっていうのは言い切れないんですけども、現段階でじゃあ僕は人気になる目を予想して、それで妙味あるところを推奨しておこうかなと思うんですけども、人気は多分 F2 の松井選手は売れないと思うんで、まあ、に一番人気123か125になると思うんですね。F2 の松井選手の隣っていう意味で白井選手は結構売れてくると思うんで、まあ白井選手なんで、12の3号が多分ゴリゴリの人気になってきて、135の235、ここあたりが多分人気の番手になってくるんじゃないのかなと、僕は読んでます。で、F2の松井選手と、まあ、大外の平本選手が、人気的には軽視されるんじゃないかなというふうに僕は思っていて、まあ、その通りになった場合の今回は買い目になります。僕が狙い目になると思っているのは6号艇の平本選手、これが人気的に狙い目になると思っていて、
まあ、さっきの展開ですね、5コースの白井選手が締めていった場合は6コース平本選手恵まれますし、平本選手はガマゴーリ、まあ、準地元ですしめちゃくちゃ得意な水面で、去年のチャレンジカップも6コースから頭で突き抜けてると。平本選手が人気的に軽視されるのであれば僕はここを狙いたいかなと思ってます。まあこれオッチ台なんですけども、事前の段階では1-2-5-6平本選手の3着、これを大本線に推奨しておこうかなと思います。まあさっきのデータを信頼して3-2着は切るで、 F2 でスタートいけない4-2着も切っての、仏島選手の差し残しと攻める白井選手の2着、1-2-5-6、これを大本線に。穴は1-6と、5号艇白井選手が伸び足かなり来ててまくり切っちゃった時の5-6、そして白井選手がまくり差しに行った場合の5-1-6、ここをまあ資金配分して僕は穴で事前の段階では狙い目で推奨しておこうかなと思います。もう展示で明らかに白井選手の伸びがこれはまくるぞっていうぐらいの気配があった場合はもう6頭まで6-1-5とかまで狙っても面白いんじゃないかなと僕は思ってるんですが、ここに関してはもう展示直前の気配を見て僕は判断しようかなと思います。事前の段階ではこれを推奨しております。ということで、今回の動画以上になります。参考になったぞという方は、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で明日はですね、初日分回しね、いつも通り頑張って撮影しようと思うんですけども、いつもだったらね、ボートピアで船券をね、購入して、撮影してるんですけども、今回に関しては、ちょっと相方のカメラマンの、K 君が、もしかしたらコロナの濃厚接触者になっちゃったかもしれないっていう連絡をいただいたんで、無理に会うのは厳しいんじゃないかっていうので、今回に関しては、ボートピアに行かずに、自宅で僕は一人でね、パッド購入で勝負していきたいと思うんですけども、ビシバシ当ててね、面白い動画にできるように頑張りたいと思います。はい、ということで今回の動画以上になります。では失礼いたします。